今日は MDF を切ります。材木なのでノコギリで切るのが自然な気がします。定規で厚さを測ると 6mm。 見ていると切れそうじゃない？定規当ててさ、カッターでシャコシャコシャッシャ。切れました。机の上で切れるのでその分楽です。もう一度やりますよ。定規当てて筋をつけます。のこぎりで切るよりは切断面が綺麗な気もしないではありません。曲がったように見えるのは穴ぼこ部分が弱いみたいで、そこで刃がぶれたのです。のこぎり持って外行くより楽でしょ。ではバイバイキーン。